夏ドラマも最終回を迎え、秋の新ドラマキャストもほぼ出揃ってきた。本サイトでは毎月一度、10から50代の女性200人が今一番気になる男性を選ぶ、イケメン総選挙を実施。今月もトップ3から見ていこう。第3位は、スノーマンの目黒ハス。目黒は先月トップに輝いたが2ランクダウン。7月期にはドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系で主演、自身に溢れた超わがまま男を演じたことが話題になった。9月27日には同ドラマでも共演した今田美桜との共演映画、私の幸せな結婚のブルーレイ &DVD が発売。特典映像に収録されているメイキング映像のダイジェスト版が YouTube の東宝ムービーチャンネルで公開され、話題になっている。コンすごく活躍していてかっこいい。26歳、女性、デザイン関係。身長が高く、顔も小さく、歌もダンスも上手。30歳、女性、専門職。ルックスがいい。好き、25歳、女性。ドラマでかっこよかった。30歳、女性、公務員。顔がタイプ、26歳、女性、財務経理。顔が整ってる。普段イケメンとか言わない娘がイケメンと言っていたので、やっぱりイケメンなんだと思った。44歳、女性、主婦。イケメンのランキングでよく見るから、49歳、女性、学生、フリーター。推しだから、39歳、女性、パートアルバイト。第2位は、完璧、横浜流星。第2位は、横浜流星。横浜は公開中の主演映画、春に散る、デハボクサー役を熱演。無駄な肉が削ぎ落とされたワイルドなルックスが話題になっている。9月25日には、横浜が出演する湖池屋の新 CM が公開になったが、商品のピュアポテトをイメージさせる爽やかで純朴なビジュアルを見せている。自分磨きも頑張ってるし魅力的。34歳、女性。とにかく顔がかっこいい。横顔が綺麗。空手がすごい。まつげが長い。やんちゃっぽい役から、私たちはどうかしているの時の和装も素敵。全部素敵。39歳、女性。契約社員、派遣社員。顔面偏差値が高い上にボクシングのライセンスを取得したり、戸部所属の平野紫耀のインスタライブにゲスト出演したり、良い人な雰囲気。51歳、女性、総務、人事、事務。顔だけでなく、スタイルもいいし、アクションシーンなどもキレがあってかっこいい。55歳、女性、主婦。切れ長の目。肌が綺麗。40歳、女性、総務、人事、事務。ルックスが完璧。35歳、女性、契約社員、派遣社員。老若男女がかっこいいと思える顔。35歳、女性。どこから見てもすべて整っている。55歳、女性、公務員。第1位は、誰が見ても綺麗。吉沢亮。第1位は、吉沢亮。吉沢は、先月、目黒ハスに明け渡したトップの座に返り咲いた。吉沢は、11月3日公開の映画、家族で永瀬正敏、小栗旬、阿部慎之介と共に主演を務めている。また11月16日には宮崎あおいとダブル主演した映画、クレイジークルーズがネット FLIX で世界独占配信される。東京リベンジャーズやキングダムなど、漫画の実写化役がこんなにハマる人はいない。29歳、女性、学生、フリーター。顔立ちがとても綺麗で見とれてしまう。34歳、女性、出版、マスコミ関係。あんなに綺麗な顔はなかなかお目にかかれない。38歳、女性、総務、人事、事務。東京リベンジャーズのマイキー役が最高にかっこよかった。38歳、女性、事務職。顔の作り、パーツがかっこいい。31歳、女性、パートアルバイト。誰が見ても綺麗な顔立ちをしていると思う。26歳、女性、学生、フリーター。かっこいい男も綺麗めな2枚目できちゃう。28歳、女性、学生、フリーター。イケメンというよりもハンサム。美しい顔立ちだが、群を抜いている。44歳、女性、主婦。イケメンなのはもちろん、バラエティでの砕けたトークが面白くて目が離せない。36歳、女性、主婦。ジャニーズ、元ジャニーズが同率でランクイン。2023年9月イケメン総選挙。第4位以下はこちら。画像。9月イケメン総選挙、トップに返り咲いたのは、